はい、こんにちは。今日はですね、また皆さんに、ちょっと変わった、植物の方をご紹介しようと思ってます。今日ね、取り寄せをして、今日ね、届いたので、まだ開封してないんですけども、これから開封をして、でね、鉢の方にちょっと植え込んであげようかなと思っております。なかなかちょっと見ないとは思うんですけども、ライムの木なんですけど、普通はこう緑色でレモンより少し小さめな実がなるっていうのをご想像されると思うんですが、このライムはちょっと変わっていて、もう少し大きなね、実がなるライムですので、ぜひご紹介しようと思います。それではご覧ください。まだね、開封してないので、ちょっとこれから開封しようと思ってます。あまりにもね、大きくってね、ちょっと画面の方に入らないと思うんですけれども、もう3年経ってるらしいんですよ。やはりかなり大きいですね。ちょっとお水が足りなそうで、葉っぱがしんなりしちゃってますけれども、はい、かなり大きな子が出てきましたね。よいしょ、こんな感じですね。枝がね、結構広がってます。枝はね、折り曲げてね、入れてくださってたみたいで、かなりしんなりしちゃってますけれども、これがね、ここにも書いてありますけど、スイートハートライムっていう名前なんですね。どんなところ、ちょっと軽めの泥が使ってありますね。軽めの泥が使ってありますから、ちょっと市販の泥と、そこに赤玉と鹿沼土を混ぜてね、ブレンドした、土で、植え込んであげるようにしようと思っています。こんな感じですね。こんな感じの白い軽石のような土のようなもの。土を100に対してね、培養土の方、普通の市販のね、土の培養土、ね、肥料とか入ってるやつ、これをね100に対してとりあえず50、先に入れます。50入れたらば、今度は赤玉の、小粒のやつを今度は25ですね、4分の1ほど、100に対して4分の1ほど赤玉を入れるようにします。鹿沼土の方もね、それと同じ同等、赤玉と同等に、4分の1、25% の、鹿沼土を入れます。これでね、とりあえずベースになるね、土入れましたので、よく混ぜてください。これでね、ウォータースペース約3センチほどね、取って、これで周りに、土を入れ込みたいと思います。
これね伸びちゃってるところね結構落としていくんですよ。これくらい落としちゃってください。それでね切り落としてこれこの切った枝ありますよね、これをただ捨てるんじゃなくてこれをダメでもともとと思って挿し木をしといてみてください。そうすればね新しい、ねこのライムの方がね、出ると思いますので結構つくんで、でハサミでパチンと切ったのをそのまま差し込むんではなくて刀ナイフみたいなもので鋭利なものでスパッと切り口を作ってあげて、でこの余分な葉っぱはね落として、棒だけの形で構わないと思うのである程度こう水につけておいて、それからね種まきの土みたいなのありますからそこに刺しておいてみてください。そうすればだいたい10本植えれば 2,3 本は根がつきますので、同じものが、また作れると思います。先にねちょっとお水をあげちゃわないとかわいそうですのでちょっとお水先あげちゃいますね。ちょっとじょうろが小さいからなかなか出てこない。根がさっきポットのところ要はポットのすぐ内側ですよねまでこう細いね毛羽根が石とくっついてましたんでね、周りによく水をあげといて毛羽根の方から、あまり空気吸わないような形でね水をたっぷり与えといてあげた方がいいと思います。なんだなんで刀ナイフ使うかって言いますとね、このハサミで切っちゃうとここの水を吸い上げるとこのね缶を潰しちゃうんですよ、ギュッとね。そんなもんでこの端のところを薄くこう斜めに削ぎ取る感じ。今日はねちょっと珍しいものが入りましたよってことでね、こちらの方にもこちらの方にねありますけれども、スイートハートライム、スイートハートライムっていう、子がね、今日は来ましたので、そちらの方の植え込みと、合わせて払ったね枝の方でね挿し木も試してみましたので、もしね、同じような、スイートハートライムってわけではなくて、レモンとかね、柑橘系類は同じような方法でできますんで、ぜひ試してみてください。ね、この次はまだね、来てる、ものがあるんですけれども、そちらの方も追ってご紹介をしていこうと思います。